カンパニーのバオバブというカンパニー、自分の主催させてもらってるカンパニーが気づけば10年、足掛け10年ぐらいになりそうなんですよ。あんま公言しないでおこうと思うんですけど、粛々と10年を迎えるというふうに、なんかその中でどんどん、上演環境、まあ劇場上演規模、劇場規模がどんどん大きくなっていってまして、でそれに、比例してあのキャストの人数、ダンサーの一緒に作品を共にしてもらえる人もどんどん増えているんですけども、なんかひとまず行けるところまで行ってみようみたいなのが今のずっと、前の進み方だったんですけど、その先でもう一回初心に帰りでもないけど初期を思い出して、もっと限られたスペースの中で密な創作をしてみたいなとか、あるいは、そうか、あるいはというか、そういうのでいくといきなりですけどすごくいい劇場ですよね、小劇場とか、なんかすごい理想的なスペース感だなというふうに感じてるんですけど、なんかその、これまでにやれていないことに挑戦し続けるというのは変わらずなんですけれども、その延長線上で一度立ち返るというんですかね、過去を振り返ってもう一度それを再検証であったりとか、まあ分かりやすく言えば再演をするとか、そういうことなのかもしれないですけど、そういうふうにいろんなことを冷静にもう一度、インストールしてみるとどんなふうに変わるかなっていうことはやってみたいことの一つですかね、はい、あとはずっと新作を作り続けてるんですけど、古典の、まあ、クラシック音楽とかそういったもので、まあ、あるいは古典に挑んでみるというんですかね、わかんないですけど、バオバブ版くるみ割り人形みたいな、わかんないですけどね、なんかそういうことも今までだとあんまり発想になかったんですけど、ここ 1,2 年でいろいろと世界が広がって、見える世界というか活動の幅が広がってきたところもあるので、その上で過去の偉人たち、あるいは先人たちがやられてきた演目に挑んでみるみたいなこともちょっと勇気が湧き始めたかなというような感じがあったりします、はい、最近になってこの地域創造さんのこのダンス活性化事業もそうなんですけど、日本全国都道府県いろんなところ行かせてもらえるようになったので、47、まずは、まあ、都道府県でなんか測るのも変ですけど、47都道府県全制覇できたらいいなっていう大きな希望展望があったりとか、あとは昨年から海外に行かせてもらう経験が初めてなんですけど、カンパニー単位でも出てきたので、自分たちの知らない、土地、それは国を越えてもそういった場所での上演もしてみたいなと。で、実際それがどういうふうに届くのかっていうことは、やっぱり文化も宗教も違えば、なんか圧倒的な、違いとしてのなんか経験をさせてもらえるかなと思うので、それも、楽しみに挑戦として目指して頑張ってみたいかなと思ったりしています。僕、人生で影響を受けた作品、まあ、何本も感激大好きなんでたくさんあるんですけど、そのうちの一つが野田マップなんですよ。これ綺麗事とかおべっかとかじゃなくですね、コンテンポラリーダンスに出会って1年経つか経たないかぐらいの時に、野田マップの、あら、コクーンだったのかな、で、ロープという作品を初めて拝見しまして、でそれが野田マップを感激するのが初めてだったんですけど、それを見て衝撃を受けて、僕はミュージカルを志すのをやめたんですよ。でダンサーを目指そうっていうふうに、なぜか変な転換なんですけどっていうふうになりまして、なんかものすごく大きな衝撃を受けて、踊り、歌、お芝居の三大要素、ミュージカルのこの三大要素が揃ってこそ最上のエンターテインメントだと思ってたんですけど、そのロープを見た時に椅子から立てなくなって、初めて、しかもストレートプレイは今までそれまでも見てたことあったんですけど、あまりのスペクタクル性に、こんなのもう踊りも歌もいらないじゃないかってこう圧倒されちゃって、そこからもう1ヶ月、もうまず帰りの電車、そこから何日間もずっとそのお芝居のことが頭から離れなくなって、でこれがなんか生活にまで芸術、舞台芸術が侵食していく、こう豊かなことなんだなっ
っていうのを、もちろんミュージカルは 今は大好きなんですけど、それとはまた全然違う形でお芝居でそういうことをグッと、ショッキングなぐらいに受けて、でその時にちょうど興味を持って触れ始めていたコンテンポラリーの世界っていうのにもっともっとどっぷり飛び込んでみようっていうなんか勇気が生まれたんですね。なのでそれも踏まえて野田マップの振り付けをやらせていただきたいです。目標です、これも一つ。あとは芸術監督をやりたいなとか、コンペティションを作りたいなとか、いろいろ考えてます。